皆さんこんにちは。本日はこちらの万年筆の魅力について語っていきたいと思います。数ヶ月前の動画でも万年筆について語るラジオ動画を投稿しました。あの動画では私自身が万年筆に思うことを雑談しただけなので、今回はそもそも万年筆は何かまだ全然わからないという方に向けて魅力を語っていきます。この動画を開いたということは、少なからず万年筆に興味を持っている方がほとんどだと思います。そんな方々に面白い万年筆の世界へ招待します。では、始めていきます。もし私のチャンネルを初めて見た方なら、はじめまして、ドッグアースです。文房具、特に万年筆などの筆記具関連の動画を投稿しています。チャンネル登録していただければめっちゃ嬉しいです。では、今回の話題、万年筆の歴史からまず話すと、とあるニューヨークの保険外交員が起こした失敗が関係しています。中世の筆記具といえば羽ペン、主にガチョウの羽を使ったライティングツールで長らく使われていました。しかしいちいちインク壺にインクを浸して書かなければならないので不便でした。自然由来の素材なので個体差が激しく、書き味もそこまで良くはないと感じました。そこで19世紀前半に発明されたのが万年筆の祖先、鋼鉄ペン。インクを軸に内蔵し、羽ペンよりも強固な金属製のペン先、素晴らしい発明でした。ただ、一つ大きな弱点が存在しました。それが、インク漏れ。ペン先が紙についた瞬間、インクが大量に噴き出してしまうんです。そんな鋼鉄ペンの弱点に人生を変えられたのが、先ほど言った保険外交員、ルイス・エドソン・ウォーターマン。19世紀後半、彼は大口契約を取り交わす際に新品の鋼鉄ペンを用意していました。しかし、不運なことにその新品のペンからインクが漏れ、重要な契約書を汚してしまいます。ウォーターマンが新しい契約書を持ってきた時にはすでに遅く、他の会社に契約を奪われてしまっていました。この失敗からウォーターマンは毛細管現象を利用したインクの漏れない画期的なペンを開発します。それが万年筆。ここから万年筆の歴史が始まりました。歴史ある筆記具なのです。次のセクションでは万年筆の特色についてお話しします。ボールペンと比較して万年筆は水性のインクを使用しています。筆圧が低く済むので疲れにくいです。論理的に考えるとこれくらいしか万年筆の良さは引き出せません。そうです。現代のボールペンの前では文字を残すという行為に限ってはボールペンの方が合理的だと万年筆好きの私でも思います。ただ、それでも虜になる万年筆の魅力。それはエモさですね。エモいという言葉は英語のエモーショナルが由来なんですけど、感情の揺らぎを意味した言葉で、万年筆の魅力を語る上で欠かせないものだと思います。ここからは感情的に万年筆の魅力を語っていきます。デジタル全盛のこの時代に、そもそも文字を書くことが特別になりつつあります。そうした特別な瞬間をさらに万年筆は引き立ってくれます。自分好みの美しい軸に多彩なインクから選んだ自分好みの色。さらに様々な種類があるペン先からなる自分好みの書き心地。これは書くという行為を楽しい時間に変えてくれる最高のツールだと思います。そして万年筆で書いた文字はボールペンと違い濃淡があります。インクの薄い部分から濃い部分の美しいグラデーションはボールペンとは明らかに違う筆跡、文字を引き立ててくれると思います。文字は書き手により千差万別です。その文字に自分色を加えればさらに個性が増すことでしょう。個性が増せばよりその人自身が魅力的になると思います。ピアスやネックレスなどのアクセサリーと異なり、おしゃれに特化しているのではなく、万年筆は実用的でありながらもアクセサリーのように扱える数少ないおしゃれツールだと思います。ジャケットの胸ポケットに万年筆を刺す、かなりかっこいいと思います。サインを求められた時、さっと万年筆でサインする、さりげないおしゃれがいいと思いますね。万年筆を大衆の前で使うことに不快感を表すことはほとんどいないと思います。ボールペンより装飾性の高い万年筆、これはファッションの面でも活躍できると思います。そして万年筆には他の筆記具と一線を画す点がもう一つ。それはステータス性です。現代の日本で万年筆を使うのは特特別感があると思います。ボールペンでもいいのにあえて万年筆を使う。高い買い物をする際のサインや芸術作品の自分のサイン、婚姻届、人生の様々な場面をさらにドラマチックに演出してくれると思います。万年筆が持つ高いステータス性は、ここぞという人生の大きな決断を共にするにはこの上ない引き具だと思います。このように万年筆はあなたの人生をより豊かにしてくれると私は考えます。この他にも万年筆の魅力はまだまだありますが、とりあえず今回の動画では万年筆は素晴らしくエモい引き具、このことだけご理解いただければ幸いです。次回の現代の紳士淑女における魅惑の万年筆の世界では、初めての万年筆の選び方についてお話ししていこうと思います。様々な万年筆の種類や、最初の一歩にふさわしい万年筆を、日本ブランドはもちろん海外ブランドからも紹介していきますので、ぜひチェックしてください。不定期で投稿しているので、チャンネル登録をしていただくと便利だと思います。写真も趣味なので、Twitter、Instagram で作品を投稿しているので、フォロー待っています。それでは、これで動画を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。